はい、今回のお話なんですけども、元女優の足川泉さんについてお送りしたいと思います。足川泉と藤達也が今現在も毎日続けているあることが愛おしすぎるとありますけどもね。ちょっとタイトルが意味深ですけども、こちらはですね、ズバリ言いますと、毎日寝る前に握手をして寝るそうです。ね、これはちょっと変わってますよね。これはですね、妻への愛情表現なんですね。で、I love you っていうのは簡単だけど、日本語だとなかなか照れちゃうんですよと。 ね、おっしゃってたんですが、半年以上前から寝る前に握手するようになったんです。明日の朝、無事に二人とも起きてこられないかわからないですよ。一日終わって握手しておけば、いつ起きてこなくても、ああ、しておいてよかったなぁと思えるじゃないですかと。これはちょっと深い。 ですよね、とこの時はですねまあ金婚式目前だったといいますから家内にはモテてると信じたいとね語ってらっしゃったようですよちょっとひげ面で怖面な印象でしたけどもねすごいピュアな性格の持ち主だなと私はねちょっと思いましたよなかなかね思いつかないですよね50年以上も一緒に暮らしてればやっぱりそういった気持ちはやっぱりね芽生えてくるわけですよね次の日に起きてくるか分からないっていうのはね身にしみまね 幸せな暮らしをされてる芦川泉さんなんですけどもデビュー当時はね本当に清楚な感じで特にあの石原裕次郎さんとよくねあの共演されてましたけども先日私あの「あいつと私」というねあれは映画でしょうかねあれを拝見しましてコミカルでいて可愛らしいこの演技をね私見ましたけどもこれはねやはりファンになりますよ。違いないですね その当時の,あのリアルタイムでね、見ていられた方は本当に幸せだなと思いますけどもね。私は振り返って YouTube とかでね、いろいろ探して見てますけども、本当に可愛らしい演技の女優さんでしたけども。でもね、そう引退されてしまって残念でしたけどもね。でもそれだけあの、 藤達也さんに対するこの愛情がね、深かったんではないでしょうか。私はこの藤達也さんを支えるために結婚して引退しますと。きっぱりとね、しますよね。もう数々とね、あの映画、特に映画が多いですよね、されてますけどもね。藤達也さんと結婚されたのが1968年ですよ。まあこの時はかなり日活女優としてね、看板女優と呼ばれるぐらいでしたけども、しかしやその当時の 藤達也さんは無名の俳優だったと言いますよ。1962年に日活に入られてるんですけども、この事務所からは結婚にはね、だいぶ反対されたようですよ。看板女優と無名男優ですからね。しかしですね、その取り持ったのが石原裕次郎さん。ね、お二人の結婚を認めてくれるように、会社に口添えをしてくれたそうですよ。男性の看板俳優とも言っていいほどの石原裕次郎さんがね、お二人の結婚を勧めたと。 言うんですから、あお二人はね、メタ結婚という方向に行けたということなんですよね。橋川さんはね、それと同時に芸能界をね、スパッと辞めるんですよ。藤さんはえなかなかね、目が出てこないんですけども、1976年に愛のコリーダというね、映画。こちらの映画によって一躍有名になるんですよね。まあ、この映画自体がかなり衝撃的な内容なんですけども、大島渚監督、あちらの方がね、監督をされてまして、 この映画に出演するにあたってですね、ああ台本を見たときに、これはちょっとレベルでも内容がなぁと一瞬ためらったようなんですよね。確かに激しい感じでしたから。しかし、これをやらなければおそらく一生後悔するだろうと思って、ここは決断したそうですよ。確かにもう いろいろとこれを出演することによって、いろいろと世間からは、あの、本番をした男優だとか、いろいろとレッテルを貼られたようですけども、もう俺はもうこれに出演したから怖いものはないといった感じで、着実に自分の道を歩んでいくようになるんですね。うん、大したもんですよ。やはりその強さに、この足利泉さんも惹かれたんではないかな、なんて思いましたけどもね。ある時語ってたんですけども、2015年に発売されましたエッセイですね。現在進行形の男とあの、著書ですけども、 のの中で足川さんへの思いを、ね、綴ってました結婚前は当然彼女を好きでそれはとてもスペシャルな感情でしたとで時間が経つにつれものすごく募ってきましたかけがえのないものになってきてそれが何とも言えない愛しさに変わるんですとねおっしゃってますよもう純愛を通り越ししてる感じがしますよねそしてそれを支えてくれてる芦川さんが、ね、もう何とも優しさが伝わってきますよね。宇治さんはその頃 ね、あのなかなかヒットもなくて苦しいかったと思うんですよ。それを支えてきたというね、そのトップレベルの女優というね、あの立ち位置を捨ててまで藤達也さんに行くすという、本当に女性の鏡だなと、ちょっとまた <laughs> 偏見ですけどもね、思いましたね。で、結婚から50年以上経ってますけどもね、お二人は、 仲がいい。として寝る前には握手をして寝るという。ああ、これね。私ももう少し年取ったらちょっと実践してみようかなと思いましたけどもね。今ちょっとまだ恥ずかしいね、<laughs> 思うんですけどもね。これ本当にいいお話ですよね。はい。もしよろしかったらね、皆さんも実践してみてはいかがでしょうか。はい。というわけでね、今回は足川泉さんについてお送りいたしました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次の動画はこちらになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。 次の動画でお会いしましょう。